鳴ってそういうの。あー怖っ。
しいものはないと思う。ゲームとかそういうのですよね。左返っちゃうかも。お風呂のおさま今日の夜行こう。ついてくるから食べたいんじゃないの。何をそんなにポテトポテト言ってんのかな。すごいだって汚くて嫌だ。でもそこまで俺ポテト欲しいとも思わないんだよ。ナゲットも。まあね。そういうことじゃねえよ。スマホの動画でもいいんだけど、たまにさポップとかを残しておきたいからさ、ビデオカメラあってもいいなって思う時あるんだ。ああ、俺も全部あげちゃうけど、真犯人フラグの、あの
回想シーン見て毎回思うんだよね、ビデオカメラで撮るのもいいよなって、うん、最近ビデオカメラちょっと手頃になってるじゃん、需要減ってるから。まあビデオデッキあれば DVD に焼けるし、ね、そうそうそう、それで YouTube も上げられるし、そう、うん、なんか 安くてでもまあ画質はそこそこ悪くないやつ、さすがに画質悪いの泣いちゃうじゃんこの時代で、ね、なんか撮りたいよねと思うときは、それこそなんか登山じゃなくてドライブとかしたときとかさ、車の中からポッと撮りながらこう風景撮れるじゃん、これこいつらやったな、でれー軽自動車逃げました、ギリギリセーフかもしれない、僕トラック行くのかチャレンジャーだ、あ、まあ、意外と右左も行けんだよ、行けるこれでさ、行けるかなって素材機のところでさ、左の車線が右側を行けると思ったからです、いや、お前ふざけんな、そのために空いてんじゃないのよ、パンとツナパンが好き、その次にイチゴジャムパンが好き、あのランチパックシリーズね、うん、あとは特にいいって感じ、一時期でもあれのシリーズのなんかピザパンみたいなのも出てたよね、うん、あれも美味しかったな、まあ、ランチパックってぶっちゃけどのシリーズ食べても外れはないよね、まあ、アレルギー出るかあんま食えないけど、あれの卵パンも正直美味しかったし、エンジンかかったとずっとなんかパンパンパン